ジャパンアニメーションコンテンツミーティングは、ジャパン国際コンテンツフェスティバルの一環として2007年に新設されることとなったアニメーションの展示会、通称 JAM と呼ばれている。アニメーションのキャラクターやストーリーを使用した商品化等、ライセンスビジネスの活性化を目的とし開催。キャラクター等を使用した商品アイディア、展覧会、地域活性化プロジェクト、IT 関連。 キャラ弁やクリエイターによるキャラクターの新表現など幅広いジャンルの企画が公募され展示される。アニメチャレンジオーディションとアニメビジネスショーケースが展示会の柱となっている。アニメのキャラクターやストーリー等を使用した未発表、オリジナルのアイディア、商品等が広くジャンルを問わず公募される。一時審査で実現性が高いとの評価を受け、著作権者の許諾が下りたものに関しては、 実際にアニメのコンテンツを使用したサンプルや企画書を制作することができる。二次審査ではサンプルの品質チェックが行われ審査を通過したもののみが JAM2007 に出品することができる。すでにアニメのライセンス許諾が下りている新感覚の商品やビジネスモデルを展開している企業、団体が出展する。またアニメコンテンツと コラボレーションが可能な技術を持つ企業の出展も募集する。ありがとうございます。